頑張って。傷が消えた。お姉ちゃん。ミミ、よかった。よかった。さすがアーシャだ。一瞬で十数人の重傷者を治癒した。アーシャ様の能力はこれだけじゃないぞ。お前、まだいたのか。アーシャ様がいるところ、もちろんこの僕もいる。それとゾウリムシ、アーシャ様について回るな。善人のふりして純粋なアーシャ様を利用しようとしているんだろう。はあ、とっても卑劣。お前もう喋るな。いや、僕と同じ空気を吸うな。いけない。帝国の飛空戦艦3隻、またこちらにやってきます。報告、ダークロード中佐は未だ発見できずとのこと。ダークロードめ、白の神の動向を適宜本館に報告しないだけでなく、いざという時に至って脱走するとは。奴は発見次第捕獲処刑せよ。将軍閣下、本館は間もなく森林上空に到達します。ご指示を。各隊に伝達、本館の指示に従って森に進行せよ。一人も逃さぬよう包囲網を徐々に狭めていくのだ。重傷者は安全な場所に移しました。よろしい、クリスティアの子らよ。では参りましょう。我らの村は我らで守るのです。クリスティアたちの士気に未だ衰えなし。僕たちも遅れるな。敵は南西方面から森林に入りました。長老は村をお願いします。接近戦の得意な者は私についてきなさい。敵を迎え撃ちます。私の弓の技見てなさい。逃がさないわ。燃えろ。もらった。銀色の精霊たちは私のお願いを聞いて。逃がさないわ。決着をつけ。燃えろ。これで終わりだ。この弓に誓ってフリージングステンカー。もらった。私の弓、どこまで通用するかしら。なぜ俺がこんな目に遭わなければならない。なぜ誰も彼もが俺を煩わせるのだ。お前、いや、あなたは魚種のエイリアン様。私が与えたカタストロフィルを使役してなお任務を完遂できず、アマツさえ先人からの逃走を図ったわね。エイリアン様、釈明させてください。これは俺の力不足ではなく、いやしくも黒の神の紋章に認められた者がこんなゴミクズだったとはね。え？まあいい、ゴミクズはゴミクズなりに火種になる程度の役には立ってもらう。待て、何をする。切るな。
ゼロ、真紅のブレイカー。逃がさないわ。燃えろ。黄色の精霊たちよ、私のお願いを聞いて。もらった。決着をつける。これで終わりだ。俺たちの勝ちだ。頑張って。帝国軍の攻撃が止まった。俺たちの勝利か。違う、まだよ。私たちはまだ囲まれているわ。おい、敵艦がここに向かって降りてくるぞ。白の神よ、聞け。本艦は無関係の者たちを巻き込むつもりはない。貴公が一人で当艦に来るのであれば、クリスティアへの攻撃は行わないことを保証しよう。チェ、見え見えな罠だ。アーシャ様、絶対に言ってはダメですよ。いいえ、行かなきゃ。え？もともと私のせいで戦争になったの。私の手で終わらせるべきなの。そういうことなら俺も最後までついていくぜ。私も行く。リファ？仲間を助けるのに理由はいらないでしょ。来たか。幸福に来たのではないようだ。ひょっとして本艦を打ち負かすつもりなのか。よかろう。たとえ敵であっても礼をもって迎えねばならん。本艦が今回の作戦の総指揮、ジュデッカ帝国将軍マスターベリオンだ。アルフィー、この人怖い。俺も感じる。奴の全身から威圧感が溢れ出ている。貴公だ。たった数人で我々ジュデッカ帝国軍に抵抗できると思っているのか。もしそうなら、それはただのうぬぼれだ。あいつ偉そうに私たちの前に立っているけど、本当にそれだけの自信があるの？それとも強がっているだけなの？いにしえの精霊は自信か強がりか、貴公自身の体でよく味わうがいい。危ない！ひゃっ！こいつの強さ、上級を逸してる。本艦の実力は分かった。ならば無駄な抵抗はやめ、怪我をする前に降伏。無意味な争いは本艦の本意。そんな言葉誰が信じる。リミーたちにあんなにひどいことをしておきながら。部下の失態は上司である本艦の責任。それについては申し開きのしようもない。軍人として任務の完遂は最も優先させなければならないことなのだ。ざれ言だ。そんな理由で身勝手に罪もない人を傷つけていいと思っているのか。ジュデッカの野望は俺がぶち壊す。どうしても戦う気か。勢いだけでは本艦には勝てないぞ。貴公らはまだ帝国の恐ろしさを知らんのか。後悔する。逃がさないわ。燃えろ。
戦いのツークを知る。シンクのブレイカー、はい、逃がさないわ。この色の精霊たち、私のお願いを聞いて。もらった。この弓に誓ってフリージングステイカー、はい、決着をつく。これで終わりだ。燃えろ。逃がさないわ。もらった。逃がさないわ。見事だ。いい爆破だったな。まさかこんな子供に。もういいでしょう。撤退なさい。何を言っている。あんた、先ほどの戦い手加減したでしょ。私たちの罪悪感からか、あんたの動きは鈍っている。賞賛はなくなったのよ。今のうちにおやめなさい。貴公の言う通りだ。確かに軍事基地でもない場所を作戦対象とすることには強い抵抗があった。栄えある帝国軍人が民衆に手を出すことなど許されない。ただしかし、個人の意志も多少の犠牲も皇帝陛下の崇高なる理想の前では些細なことに過ぎん。人間はこの時代になってもまだそんな理想論を掲げているのか。いつの時代も変わり映えしない構造だ。本官も貴公らに理解してもらおうとは思っている。軍人たる我が身により上の命令は絶対なのだ。そして任務を完遂できるというならば、喜んでこの命を懸けよう。おお、とても素敵だ。涙がちょちょ切れるほど感動する演説でした。閣下の階級が俺より上である理由がやっと理解できましたよ。貴公、ダークロード。ダークロードだ。へいへいへい、御師様から汚名返上の機会を与えていただいた。さらにこの紋章。それはダークロード。早くその紋章を手放せ。おや、いつも冷静なベリオン閣下とは思われぬお言葉。これのおかげで俺が閣下よりも強くなってしまうのを咎めてのご発言ですかな。ふむふむ、こう使うのかな。変身。いやか、怪物だ。闇つかみ。へい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 、やっはっはっは。力だ、力が溢れ出てくる。すごいぞ。将軍閣下、いかがです。その席を俺に譲っていただきますよ。ダークロード、気でも狂ったか。あっ、お前、俺の体に何をした。ガーガー。いやっまさか、ここまでできると思わなかったぞ。神に近い無敵の体と力を手に入れた。いや、俺は今
神と同じ存在となったのだ。あいつもう人間ではないわ。ち、まだ奴が力をコントロールできていないうちに倒そう。俺を倒す？慌てるな。まずは俺のペットたちと遊んだらどうだ。私の弓の技、見てなさい。逃がさないわ。超えろ。決着をつける。これで終わりだ。逃げられないわ。この弓に誓ってフリージングスティンガー。銀色の精霊たちよ、私のお願いを聞いて。はい、燃えろ。逃がさないわ。はでろ、シンクのブレイカー。もらった。燃えろ。逃がさないわ。決着をつける。これで終わりだ。もらった。逃がさないわ。いい爆破だったな。頑張って。俺が相手だ。逃がさないわ。燃えろ。頑張って。今のが最後の一匹だ。こんな雑魚どもを始末するのにどれだけかかっているのだ。待ちくたびれたぞ。弱すぎる。人間は弱すぎる。さっさと来い。お前たちの役、帝国に戻って目障りな連中を全員殺す。そうすればこの俺がこの国の新しい統治者だ。もう完全に壊れている。でもあいつに勝てる方法が残されているのか。まだ勝ち目はあるよ。アーシャ、彼の鎧の胸のところを見て。傷があるでしょ。さっき打ち込んだ時にできたの。あそこに攻撃を集中させれば。無駄無駄無駄。神たる俺にお前らのような凡俗がいくら攻撃しようと痛くも痒くもないわ。来い、せいぜいあがいてもがいて俺を楽しませろ。虫けらの分際でひねりつぶしてくれる。逃がさないわ。燃えろ。もらった。決着をつける。これで終わりだ。燃えろ。燃えろ。教えてやるぞ。フリージングスティンガー。銀色の精霊たちよ、私のお願いを聞いて。はでろ、シンクのブレイカー。燃えろ。逃がさないわ。見ろ、これが人類を超越した者の姿だ。もらった。逃がさないわ。燃えろ。見ろ、これが人類を超越した者の姿だ。もらった。逃がさないわ。決着をつける。これで終わりだ。
権限せよ、裁きの剣。お仕事敵を投げ払え。決着をつける。これで終わりだ。私のお願いを聞いて。この弓に誓ってフリージングステンジャー。逃がさないわ。燃えろ。もらった。派手ろ、シンクのブレイカー。逃がさないわ。燃えろ。そんな、しくしょー。文句なしの大勝利ね。ご褒美は何がいいかしら。鎧は砕いたわよ、今のうちに。行こう、アルフィー。くらえ。うわー、そんな、こんなことが。神となった俺が人間に敗れるだと。あなたは人間の心を失い、世界を呪うものになってしまった。その罪と共に消えてしまいなさい。いやあ、勝ったのか。あの化け物に勝てた。これで帝国軍に撤退するでしょう。リミ、お姉ちゃん、やったわ。目を覚まして、アーシャ様。具合はどうですか、アーシャ様。うん、体は動かせるようになったよ。アーシャ様は本当にもう、あんな凡人たちのためにいつもレースを使い切ってしまって、お体に良くないですよ。ミコトちゃん、村の状況はどう？ご安心ください。アーシャ様が倒れられたすぐ後に連邦軍が到着、帝国軍は撤退していきました。今は連邦軍が森の外縁に駐在し、村の再建に協力しています。よかった。そうだ、アルフィンは？ゾウリムシの心配などしなくても良いのです。昼は村の再建を手伝って、夜は剣の鍛錬をしています。完全に単細胞生物の生活様式ですよ、あれは。そうなんだ。ミコトちゃん、片付けを手伝って。出発しよう。え、どこに行くんですか？緊急事態だったから言えないままだったのだけど、緑の記憶が次の記憶のかけらがある場所を教えてくれたの。大陸の一番北にあるそうよ。そりゃちょっと遠いですよ。ゾウリムシを呼んできます。いいの。アルフィンとはここでお別れする。そうですか。アーシャ様はとても優しいのですね。わかりました。今後は一切合切この巫女にお任せください。うーん、お腹すいたよ。それに道に迷ったみたい。申し訳ありません、アーシャ様。僕がうっかり地図を持ってき忘れたせいで。大丈夫、もう少し頑張れば森を出られるから。かわいらしいお嬢さん、何やらお困りのようですね。俺の名前はアルフィ、とても頼れる傭兵です。道案内もできますし、戦闘もお任せ。おまけに料理も得意です。ただいま特別セール中、金貨1枚で俺を1年間雇用できます。いかがでしょう、俺を雇ってみませんか。
かけまくもたっとく賢き女王ラバル陛下、この老いぼれからご報告申し上げたいことがございます。白の神のことですね。おう、すでにお耳に入っておりましたか。帝国がいつ正式に宣戦布告してきてもおかしくはございません。軍部も慌ただしく軍を動かしております。白の神に関しては、彼女がディラスタの森に現れ、そこに住まう先住民を助け、侵攻してきた帝国軍を追い返したという報告があったきりです。それで彼女は敵なのでしょうか、それとも味方なのでしょうか。伝説の言う幾度もこの世界を救ったかの神が、もし本当に再びこの世に降臨されたというのであれば、少なくとも我々の敵ではないでしょう。そう、彼女と会ってみたいものだわ。しかし残念だけど、世は首都を離れられません。大司教、連邦女王ラバルの名をもってそなたに命じます。世の目となり、彼女を見極めなさい。はあ、仰せのままに。